Hey, what's up? 山本です。私は今札幌駅南口に来ております。外は残念ながら雨です。本日は5月6日土曜日になっております。朝の6時半になります。皆さん昨日のライブご覧いただけたでしょうか。昨日ライブ行いまして、緊急会議ということでゴールデンウィーク中に海外めちゃくちゃ安いよということでどこ行こうかっていうの会議を皆様方と一緒にしてたんですよ。本日はフライトレビューの動画をお届けいたします。このチャンネルでは世界60カ国情報も経験なら元 V リーガー私山本が旅の情報フライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日利用する航空会社 ANA になりまして、行き先大阪伊丹空港行きになっております。そうなんですよ、札幌新世空港からは出国いたしません。とりあえずは大阪に行きたいと思います。本日5月6日ということで、 ANA がスキップを廃止してから初めて搭乗する ANA の国内線になっております。最後に搭乗したのは4月のフライトなので、約1ヶ月ぶりに本日は飛行機に乗りたいと思います。果たして久しぶりに乗る ANA どのように生まれ変わったのでしょうか。この後は JR 使って新千歳空港に向かいたいと思います。本日も JR で向かうんですけれども、以前から何度も動画でご案内しておりますが、実は札幌と新千歳空港の間分けて購入すると50円だけ安くなります。普通に買うと1150円なんですけども、札幌北広島北広島新千歳空港と分けて発券すると560円と540円、すなわち1100円で発券することができますので、もしお時間に余裕がある方は券売機でも、あとは緑の窓口でもこのように分割して購入することができますので、50円だけですけれども、塵も積もれば山となるということで少しだけお得になりますので、皆さんも試してみてください。ただいま朝6時半、いくらゴールデンウィーク真っ只中ということですけれども、そんな今の時間帯 JR タワーもまだ空いておりませんし、そんな混んでないです。すみません、空港まで北広島と分割して購入したいです。乗車券で、はい、でカード2枚に分けて決済します。クレジットカードで、そうですね、別々に決済します。無事に発券が完了いたしました。ご覧いただいている通り560円と540円、すなわち1100円で空港まで向かうことができますので、こちらおすすめです。本日は6時57分発特別快速エアポート66号を使って空港まで向かいます。初めて特別快速エアポート乗るんですけども、果たしてどんな列車なんでしょうか。他にも釧路行きの大空1号、函館行き北斗4号などなど特急列車も発車しておりまして、オホーツク1号が6時50分、旭川行きのライラック3号が7時12分に発車しております。ちなみに改札には切符2枚入れます。特別快速エアポート66号、この列車は6両編成です。3度は乗車口、1号車から6号車です。指定席は4号車 U シートです。停車駅は新札幌南千歳です。ということで、ここにも書いてる通り、途中の北広島、恵庭、千歳、南千歳は通過する特別快速エアポートになっております。4号車は指定席の U シートなんですけれども、半分以上埋まってましたね。 U シートも今800円ぐらいかな、810円とかしますよね。昔はそんな値段もせず300円とかそれぐらい乗れたと思うんですけど、どんどん U シートも上がってきますが、ご覧いただいている通り、そんなにと言いますか全く混んでないので、普段の平日の快速エアポートの方が混んでるので、そうなると U シートの存在って何なんだろうなと思ってしまう私がおります。この先揺れることがありますので、お気をつけください。また走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際はつり革や手すりなどにお捕まりください。ミラムから今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。千歳線特別快速エアポート66号、新千歳空港行きです。停車駅は新札幌南千歳、終着駅新千歳空港です。列車は前が1号車、後ろが6号車です。新千歳空港到着いたしました。改札出る際も切符2枚重ねて入れます。まだ朝8時前ということで、お店もちょこちょこ閉まっております。一部のお店は7時だとか7時半から開いてるんですけれども、本格的に開くのは8時以降になっておりますので、ご覧いただいている通りあんまり人がにぎわってないような状況です。今日は連休の最終日ということもありますので、
あ、結構いるね。チェックインカウンターでちょっとチェックインブロックされてる座席があるので、そこはアサインしてもらえないかどうか確認してから今の空港の様子をお届けしたいと思います。今日は時間めちゃくちゃ余裕あります。そしてプレミアムチェックインカウンターは誰も並んでおりません。それでは行ってまいります。昨日の夜、むしろ今日の夜中の段階では35、6、7の ABC がブロックされてたんですけど、今ちょうど埋まってますね。ちなみに本日僕24の K 窓側非常口座席アサインしておりまして、ここが今3席自由に使うことができるので、変更せずもこのまま乗るかな。他に3席使えるところがありませんので、今日はもうこの非常口座席で搭乗したいと思います。てなわけで、まだ保安検査くぐらずに制限エリア外を散策したいと思います。連休最終日の1日前の土曜日ということもありますので、一般連マジで混んでますわ。今44分なんですけども、8時5分出発の中標津行きに並んでる方はお知らせくださいというアナウンスしてますね。わあすごいわ。今ちょうど真ん中の保安検査のところまで来たんですけれども、チェックインの列めちゃくちゃ並んどるわ。受託で荷物がなければね、こういったのを無視してオンラインチェック今できますので、そこで搭乗券発券して乗るっていうこともできるんですけれども、ここまで連なっております。一方日本航空側どんな状況なんでしょうか。一方日本航空側は全然並んでないわ。普段の平日の方がむしろ並んでるんじゃないかなっていう気がしますし、並んでるという概念がないです。誰もいません。誰もいないっていうのも語弊があるな。待つことなく自動チェックイン機使うこともできますし、友人のカウンターも全く並んでない状況です。お土産屋さんもこれだったら普段の平日の方が混んでるんじゃないかなっていう気がします。お土産屋さんのエリアに来たんですけども、9時に開店するお店もあるということもありますので、先ほども言った通り普段の平日とそんな変わらないですね。今日はゴールデンウィークの最終日、1日前土曜日なので、これから夕方の便にかけて混み合うことが予想されるんですけど、やはり朝早い8時前ですので、そんなに並んでないけども、ブルースカイレジ待ち20人ぐらいだわ。このエリアもそんなそんなって感じですよね。普段と何にも変わらないなっていう気がしますので、やはり朝早いといくらゴールデンウィーク真っ只中 U ターンラッシュのピークを迎えつつある日でも、そんなお客さんいないですね。今日は珍しく出発までまだ余裕がありますので、この後国際線の方を見てみたいと思います。もちろん新千歳空港の国際線運航は再開してるんですけども、まだまだ全盛期の頃の便数は戻ってきてないのが現状です。今動いているのは台北、ソウル、プサン、テグもあるかな、あとはバンコク、それぐらいかな。昔であればもっといろんなところに就航してたんですけども、まだまだやはり中国の路線が戻ってきておりませんので、半分以下かな、まだ全盛期の。そういえば最近新千歳空港にストリートピアノが設置されて、今弾いてる方いらっしゃるんですけれども、ご覧いただいている通りストリートピアノが設置されたよという話でした。私もピアノほんの気持ち、皆様方に披露できるほどの腕前では間違いなくないんですけれども、ちょっとだけ弾ける、ただ楽譜は読めない、完全独学でやったので、ただもう覚えてないな、きっと。もう間もなく国際線エリア到着です。国際線の到着エリアは一っ子一人いないですね。インフォメーションカウンターも今閉じてますし、ご覧いただいている状況です。ローソンはやっております。今日の到着便は全て午後便ですね。スターラックスの台北、ソウルからのチェジュ航空、大韓航空が欠航で、キャセイの香港、スクートの台北、これはシンガポール発台北経由札幌行きの便になっております。あ、他にもありますね。他がこれらが今日の到着便になっておりまして、10時にチェジュ航空のソウル、ジンエアソウル、タイガーエアの台北、アシアナのソウル、エバー航空台北が欠航で、大韓航空のソウル、ティーウェイのソウル、吉祥航空の南京は欠航、チャイナエアの台北、吉祥航空の上海は2便あるけども、どちらも欠航。あ、エバー航空今2便に、あ違うか、1便か。昔やれば2便あったんですけども、今は午後着の便のみ運航している状況です。なのでまだまだ新千歳空港の国際線は通常営業までは程遠い状況ではあるんですけども、アジア路線中心に営業も再開しておりますので、早く復活することを私は望んでおります。国際線の出発フロアに来ました。お土産屋さんはこれは多分朝早いからやってないって感じかな。本来であれば何店舗かも再開してるんですけども、ご覧いただいている通り全てのお店が閉まっている状況です。今はエアプサンかなですね、エアプサンだけチェックインを行っている状況になっておりまして、今日の出発便がこれどういうことだ、
12時40分のエアプサンのプサン行きが9時半になってるのよ。こんな3時間も早くなることないよね。あれか、もしかしたら昨日の出発便がかなり欠航してほぼ1日遅れで運航してるってことかな。じゃないとこんなに差が出ない、絶対に。まあ、なんでこれおそらく昨日到着便が遅くなったっていう感じでしょうか。他の出発便はご覧いただいている通りです。ソウル、台北行きを中心に便がございます。謎が解けました。今これ見るとエアプサン9時半に変更したやつは昨日便って書いてるので約1日遅れで運航するみたいです。日本もそうなんですけども、韓国も昨日今日と天気が悪いんですよね。多分天気の影響じゃないかな。到着便の方にエアプサンの便が情報なかったので、おそらく昨日到着したはいいけどプサン天気悪くて引き返したとか、そんな感じなのかな。確認したらエアプサンのプサン行きですが、無事に飛行機は到着したんですけども、折り返しのプサン行き、プサンの決め空港、強風すなわち悪天候で欠航になってしまって、その便が今日に振り替わったというような状況だったみたいです。この後は国際線エリアに戻って私も保安検査進んでいきたいと思います。まだ朝8時前ですので、今いるこの通りもお店まだやってないですね。もう少し遅い時間であれば今日はゴールデンウィークなのでお客さんに賑わっているとは思うんですけども、ご覧いただいているという普段の平日以下のような状況ですね。もちろんどのお店もこの時間帯やっておりませんので、おのずと人の数は少なくなっちゃうんですけれども、もう少し遅い便に今日もし登場するのであればどんな状況が広がったんでしょうか。普段大型連休の最中は私家でおとなしくしていることが多いので、普段の様子テレビからじゃないとわからないんですけども、皆様方もゴールデンウィークらしい混雑した空港の様子見たかった方もいらっしゃると思うんですけども、お許しくださいませ。今アナウンスがあったんですけども、今日の伊丹行き8時35分、すなわちまだ35分前なんですけども、至急搭乗口にお越しくださいということで早めのアナウンスかかっております。もちろん私上級会員の専用の保安検査使えるので、そんな並ぶことなく保安検査抜けられると思いますので余裕ぶっこいてますけども、これがもし一般列車使えなかったら絶対間に合いませんよね。なんだかんだ余裕を持って空港には到着したんですけども、最終的には自分らしいようなバタバタになりそうですね。あとはここロイズの工場があって、普段チョコレート作ってる様子見ることできるんですけども、ご覧の通り今全く見れなくなってるわ。新世空港でも有名な北海道ラーメン道場、すなわちラーメン屋さんがいっぱいあるエリアに来てみたんですけども、まだオープンしてないということもありますので、普段エビそば一元わけわかんないぐらい並ぶんですよ。もうここに、こちらはエビそば一元の列ですってあるんですけども、このついたてがもう意味ないぐらいめちゃくちゃ並ぶんですけども、まだ開店前ということもありますので従業員の方しかいない状況ですね。こんな光景初めて見たわ。普段この時間帯絶対ここ来ないので、なんだか不思議だな。ただ個人的にはエビそば、エビだしのラーメンあんまり得意じゃないので、この中で入ってるお店だったらここかな。空屋台のような雰囲気のある佇まいのお店なので、ここ冬結構行くとおすすめですね。もちろん夏とか春とかでもいいんですけども、なんて言ったらいいんだろう、寒い中歩いてここ行ってあったかいラーメンたまらないよね。他にもね、ここ中之島にある飛燕というお店なんですけども、塩ラーメン有名なんですけれども、普通の塩じゃないんですよ。函館の塩あっさり系じゃないですか。ここはもうこってり系の塩なんですよね。ここもなかなか美味しいです。白樺山荘は自分が高校生の時がピークかな、あんまりちょっと辛口の評価で申し訳ないんですけども、ただ卵が食べ放題、今どうなってんだろうな、卵なかなか手に入らないような状況なのでどうなってるかわからないんですけど、卵がなかなかいいよね。ちなみにこのアジサイっていうのが皆さんがイメージする函館の塩ラーメン、あっさりの塩なので、ここの塩とここの塩は全くの別物だと思っててください。それではこの後は保安検査向かいます。引き続き一般連めちゃくちゃ混んでるけども、プレミアムチェックインカウンター誰も並んでおりません。それでは保安検査行ってまいります。保安検査完了いたしました。この後 ANA ラウンジ行きます。久しぶりに来る気がするな、いつぶりだろう。ラウンジ内入ったんですけれども、びっくりするぐらい混んでないです。これだったら本当に普段の平日の方がラウンジ内混んでんじゃないかな。基本的に窓側に面している座席あんまり空いてないことが多いんですけども、余裕で空きすぎなのよ。本当に普段のゴールデンウィークの方がラウンジ内に関しては混んでますね。やはりビジネス客が基本的にこの時期いないじゃないですか。それが大きく影響してるとは思うんですけれども、その分一般客が多いので一般カウンターはかなり列はあったんですけれども、プレミアムチェックインカウンター並びにラウンジは普段の平日よりも
人が全然いないという状況です。ラウンジ出ました。本当に人少なくてびっくりだわ。普段の土日の方がいるんじゃないかな。平日は本当に上級会員、むしろサラリーマンの方がかなり多いんですけども、今日はサラリーマンの方ほぼおりませんでした。この後もう搭乗始まっておりますので、搭乗口向かいたいと思います。ありがとうございます。座席に着きました。本日エアバス321のネオが機材になっておりまして、非常口座席なんですよ。まさかの窓なし。足元は広いんだけどね、他の座席にしたかったけど、他の座席も埋まってるんだよね。しょうがないか。今回こんな感じなんですよね。搭乗率も 80% 余裕で超えてると思いますし、窓側どこも開いてないんですよね。なので今日はここ24の K にしたんですけれども、ここせざるを得ないか。まあ、ただエアバス321ネオ機外カメラついてますので、最悪モニター映してもいいかなと思ったんですけども、迷いどころですね。今日の限界はこれ。皆様おはようございます。スターライアンスメンバー ANA 大阪行き772便をご利用いただきありがとうございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。Dear passengers, please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you. 皆様、離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。シートベルトサインが消えました。今回非常口座席なんですけれども、僕の前はご覧いただいている通りクルーの方の座席がありますので、椅子はありません。モニターもないんですよ。隣の座席と通路側の座席はモニターがあるんですけども、実はこのモニタータッチパネル対応しないんですよ。なので実はここにモニターついてます。僕の座席非常口座席で、前にモニターがないのでモニターがここにあるのはわかるんですけども、実は全座席モニターついておりまして、目の前の座席のモニターは、まあ、いわば飾りのようなものになります。とりあえずモニター出してみましょうか。これらのモニターに関してはタッチパネルは対応しておりますし、あとはリモコンもついております。ただこのリモコンも音量の上げ下げだとか
照明、あとはクルーを呼ぶボタンがついているということもありますので、基本的な操作は画面上で行いますのでお気をつけください。ちなみにテーブルもありませんので、通路側も真ん中座席も基本的にテーブルは横に収納されております。こんな感じのテーブルで前後にスライドをします。ただスライドの幅はそんなにですね、これぐらいです。数センチしかスライドしません。本日の機材 Airbus321 のネオですが、機外カメラがついております。先ほどまで下の様子見れたんですけども、ご覧いただいている通りちょうど今雲の中に入ってしまいました。左下ほんの少しだけ見えております。前方のカメラと下方のカメラがありますので、こんな感じで通路側であったり、本日私非常口座席で窓がない座席なので、こういった場合はこのモニター使って確認することもできます。ただし非常口座席ですので離着陸時はこれ使えませんのでご注意ください。徐々に高度が下がってきたなと思ったら、伊丹空港到着まであと21分です。今日は早く感じるな。この路線2時間弱かかるんですけども、もうすでにここは福井県の敦賀ら辺の上空でしょうか、来ておりますので、あっという間、むしろここから伊丹空港まで20分で行けるのかって考えたら恐ろしいな。もう間もなくシートベルトサインが点灯すると思われます。シートベルトサインが点灯いたしましたので、モニターもしまいたいと思います。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、すいません、忘れ物をしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。した。ちなみに先ほどログ帳をポケットに忘れたことに気づいて戻りました。危ない。そしてこの便折り返し函館行きになるんですけども、クルーの方交代するみたいなんですよ。1便で交代するんですね。先日日本航空のフライト修行でバンバン東京沖縄いっぱい乗ってたんですけど、その時にもいたな、1便だけ乗務して今日は終わりっていうのがあったので、日本航空だけじゃなくて ANA もそういったのを採用してるみたいですね。伊丹空港到着いたしました。本日発見した航空券、ユナイテッド航空のマイル使って発見した特典航空券なんですよ。しかも発見したのも日付変わった0時10分とかそれぐらいに発見したんですけれども、特典枠空いてるってことはそんなにお客さんいないのかなと思ってたんですけども、そんなこともなく8割9割ぐらいは乗ってたかな。あとは今日5月6日ゴールデンウィークの最終日から1日前ということ
で、Uターンラッシュも始まるような日付だとは思ってたんですけども、朝8時台の便ということもあったので、僕が思ってたほど空港内混んでたなっていうのはなかったです。上級会員レーンに関しては全く並んでないですし、ラウンジも全く混んでないんですよ。普段の平日の方があれだったらもっと混んでます。なのでそこの部分に関してはサラリーマンであったりビジネス関係の方が今日はほとんどいなくて、一般の方が多かった結果かなと思っております。逆に ANA の一般のチェックインカウンターはかなり長蛇の列で、保安検査場のところまで続いたんですよね。春休みの日本航空のフライトもそれぐらい並んでたんですけども、逆に日本航空側は今日は全く混んでなかったんですよ。もちろん便のタイミングの問題もあるとは思うんですけれども、自分が思い描いたゴールデンウィークの U ターンラッシュでもっと人がいっぱいいるのかなと思ったんですよね。普段はゴールデンウィーク飛行機乗らない人間なので、テレビから出てくる情報しか僕は分からなかったんですけれども、思ってたほど混んでなかったのかなっていうのが印象です。他にも今朝は JR で来たんですけども、特別快速エアポートを取ってきたんですけども、9割型空港行き方ですよね。何人かは新札幌で降りてて、南千歳で降りたのも本当数人だと思うんですけれども、特別快速エアポートなかなか面白い経験できました。札幌北広島と北広島空港と別切りで買えばバスと全く同じ金額になりますし、時間は圧倒的に JR の方が早いというのもありますので、もう少しながらではありますけども、 JR 北海道を応援する気持ちで、はい、それだったら1150円で買い合った話なんですけども、そこは僕の懐に具合との相談ということでお許しくださいませ。まあ、なので今回伊丹空港行きのフライト U ターンラッシュに巻き込まれるかなと思ったんですけど、そんなことなく普通に乗れたよという話でした。昨日のライブでもお話ししたんですけれども、国際線に搭乗いたします。そして今私大阪伊丹空港におりますので、この後どうなるか分かりますよね。詳しくは次回の動画でご確認いただければと思います。それでは本日の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際のリフや皆さんの高評価ボタン、入れボタンです。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。